それでは武田選手、試合前インタビュー始めます。よろしくお願いします。お願いします。現在の心境はいかがですか？そうですね、もうその正直すごい緊張して戦いたくないっていう気持ちもあるんですけど、だからやっぱやるのは自分しかいないと思ってるし、まあ、ここに来るまでか、来る前までにはもう自分で戦うのは自分だっていうふうに決心はついたんで、あとはもうやるだけだと思ってるんで、まあ、試合の日が楽しみで仕方ない感じですね。対戦相手の印象はどうですか？印象？何でもできると思ってますね。本当、全部が全部オールラウンダーっていう感じのイメージが強い選手なんで、で、僕よりキャリアもどんぐらいだ2倍ちょっとぐらい上の選手なんで、もうその経験値だけで言ったら相手の方が上なんで、まあ、僕が勝つとすれば僕の持ち味が出せることと、あとはもう僕がもう全力で全身全霊で戦うっていうイメージがありますね。だからこう、なんだろう、僕が不完全のまま終わっちゃった時はきっと負けてると思いますね、久米選手には。そのぐらい強いと思います。どんな試合展開になると予想していますか？すごいこうタフな試合になると僕自身感じてますね。なんだろう、こう多分打ち合いもすごい展開もなると思うし、であと久米選手もグラップリングとか組がすごい強いって聞いてるので、多分あっちもガンガン組んでくると思うし、で僕も組に関しては自信があるので、すごいこうハードな試合、疲れる試合になると思いますね、きっと。ありがとうございます。公式からは以上となります。マスコミの皆様、質問ございますでしょうか？はい、よろしくお願いします。そうですね、レスリングのフリースタイル、タックル入る競技とかのことフリースタイルって言うんですけど、その展開がちょっとこう雑になってしまったというか、タックル入る処理とか入り方とか、あとはこう MMA を通じたテイクダウンができなかったですね。もうレスリングだけのテイクダウンをしに行こうとしちゃってたんで、だからそれがちょっと僕の中では何もできなかった一つのうちですね。そういうところがこうミックスができなかったっていうんですかね。打撃は打撃、レスリングはレスリングになっちゃったんで、こうつなぎの展開がうまくできなかったのがちょっとこうダメな要因だなとは感じましたね。それは先ほどの言葉を借りれば、ご自身の力を全部出し切れなかったというようなことにつながるんでしょうか？あ、そうですね、もちろんやっぱこう、なんだろう、あんま疲れなかったっていうんですかね、こう自分の力出し切るときって大体もうすげえ疲れて腕も上がんないぐらいになってるんですけど、前回のときはそういうことにあんまりならなかったんで、だからこう自分の力が出せなかった、まあ、もちろん川名選手がそれをさせなかったっていうのがうまいの一言に尽きるんですけど、だけど僕自身がそういう自分の展開を作れなかったから、だからこう出し切れなかったっていうのもあります。では、その前回の反省を踏まえて今回に生かせるポイントで何かございますか？そうですね、まあ、前回みたいに自分の力が出せなかった状態になった時とかでも、前回すごい打ち合いの展開になったんですけど、パンチ自身があんまり強くなかったんですよ、僕自身が。でやっぱこう自分の中でもちょっとこう自信がなかったっていうのもあるんですけど、前回のライジン終わってからこうボクシングジムとかでこう打撃の打ち方とかパンチの打ち方を教わって、ちょっとこうパンチも強くなったんで、だからこうそこは改善されたのと、あとは組に関してもいろいろ技術を学んだところがあるんで、だからこう一個一個僕のスキルも上がってると思いますね。はい、ありがとうございます。前回がシュート王者、今回がハンクラス王者、連続で対王者戦が続くという形になりました。ライジンから滝田選手にかかる期待のようなものというのは美味しい感じられますか？そうですね、結構感じますね。正直、なんだろう、前回9月、まあ、何度か判定で勝てたんですけど、ファンのみんなからもあんまりいい声はなかったんで、ああ、呼ばれねえな、これ、と思ってたんですよ。でもやっぱこういうふうにもう一度、実質3度目か。僕、ライジン今回出るの3度目なんですけど、まあ1回目は全然もう、
ダメな内容で。で、2回目前回の時もダメな内容だったんで、あ、干されんな、これ、と思ってたんですけど、またこうやって呼んでもらえた、イコール期待はしてくれてると思うんで、だそういう意味ではすごい、いいプレッシャーは感じれますね。ありがとうございます。前回の、公開練習の際、黒沢、強さのというお話がございましたが、はい。この現時点で、どうぞ黒沢、公開練習に仕上がってる。あ、もう最強になりましたね。めちゃくちゃ強くなったと思ってるんで、いっぱいヒサロで練習しました。いや、もう現時点が、もう代表選手のもうマックスの状態が出来上がると思います。あ、そうですね。めちゃくちゃ強いと思います、今。わかりました。ありがとうございます。はい。お疲れ様です。はい。ありがとうございます。他ご質問ございますでしょうか。松山さん、お願いします。松山さん、どうぞ。はい、松山です。よろしくお願いします。今この画面上だとちょっと武田選手が黒すぎてよく見えないもうちょっと、もうちょっとがいいですかね。強いと思いますね、やっぱ。そこはどうですか、その意図は。その意図。やっぱ野生の動物とか全部ゴリラ黒いじゃないですか。うん。だそこをこう、なんだろう。白いゴリラっていないじゃないですか。しかもなんかこう、見た目的にすごい弱そうだし、黒いゴリラの方が強そうじゃないですか。うん、だから僕が黒ゴリラにこう、なったとしたら多分僕の方が強いんじゃないかなと思います。ありがとうございます。試合前なんでそういうことをあんまり喋りたくないんですけど、まあでもいろいろ何点かこう、あ、いけるなっていう点は見つけましたね。やっぱそこは宮田先生、あのブレイブジム代表の宮田先生とそこはいろいろこう動画見たりとか、あとはこうアドバイスもらったりして自分の中で試行錯誤してやってきたんで、だからそこに関してはいろいろと、あの相性は悪くはないと思います、久米選手とは。僕自身は詳しくはちょっと喋りたくないんで、そこはちょっと。はい。相性は悪くないと。そうですね、僕はそう思います。はい。今、グレコローマンの、レスラー、いや、まあ、アマチュアレスリングから、MMA に転向してきています。その、ちょっと、それより先に、武田選手は、MMA に転向して、こうやって、練習を続けてきたわけですけれど、その点について、こう、負けたくない、あるいは、そうですね、レスリングはレスリングでもう別競技だと思ってるんで、MMA とは。なるほど。やっぱキャリアで言ったら僕の方が、先に始めてるわけだし、だ MMA 界では僕の方が上だと思ってるんで、そこに関してはやっぱレスラー代表っていうわけじゃないんですけど、レスリングやってた人からしてみたらやっぱ僕は一番強いと思ってるんで、そこに関してはちょっと負けられないっていうプライドはありますね、レスラーの方々には。はい、ありがとうございます。はい。はい。